詩篇七十六編です。神様は雲をその幕屋として、栄光の雲の中に住んでいます。神はユダに知られ、その皆はイスラエルにおいて偉大である。その幕屋はサレムにあり、その住まいはシオンにある。かしこで神は弓の火やを折り、盾と 剣と戦いの武器を壊された主の名その偉大な名が全世界に表された最初の出来事は出エジプトでした神様がその当時の一番大きな偉大な国でしょそのエジプトから連れ出す、うん、その小さな民だったものを、はい、弱い民だったものを連れ出して偉大な王パロに勝つんだよね、はい、そして 民を聖なる住まいいに導いたんですね。そしてその出来事を聞いて周りの国々はみんな恐れおののくんですよねその話を聞いたペリステ人もエドムもモアブも驚いて、まあ、カナンの住民も溶け去るってありますよね、はい、そしてもう恐れてみんな石のように黙る <laughs>、うん、海を分けて あの大軍勢を連れ出した。その偉大な神様の救いを見て、周りの国々が神様を恐れます。あなたは永久の山々に勝って、光栄あり、威厳がある。惜しいものはかすめられ、彼らは眠りに沈み、戦人は皆その手を施すことができなかった。 ヤコブの神を、あなたの咎めによって、乗り手と馬とは深い眠りに陥った。しかし、あなたこそは恐るべき方である。あなたが怒りを発せられるとき、誰が見舞いに立つことができよう。あなたは天から裁きを仰せられた。神が地の敷いたげられたものを救うために裁きに立たれたとき。 地は恐れて沈黙した。誠に人の怒りはあなたを褒めたたえる。怒りのあまりをあなたは帯とされる。乗り手と馬が深い眠りに陥ったとありますけれども、キツエジプト記のモーセの歌に書いてありますね。うん。そこで主に歌います、えー。輝かしい勝利を得た。そして馬と乗り手を海に投げ込んだ。 この言い方はミリアムもこの箇所を引用して歌いますよね。そうですね。応答してますね、うん。エジプトから連れ出す前にパロに言うんですよね。カくなナになって何度も何度も逆らって、うん、それは最終的に神様の名前が全地に述べ伝えられるためなんですね。う命、ん、神明期にも言われているように、これから約束の地に入っていくところ、えー、そこでも主の命令を守って歩むならば、 聖なる民とされる聖なる民になると地のすべての民は主の名が付けられている民を見て恐れるんですねうん主の名が民を通して表される、うん、それを見ると国々は恐れる主の名を知るヨシュアがカナンの地に入ってねうんエリコの町に入る時ラハブのところに行くとラハブが言うんですよねカナンの住民は非常に恐れているうん 恐れをののいてると伝えますね、うんうん、エジプトから出たこと、そしてヨルダンの東側でね、シホン・オグを倒したこと、そういうことを聞いてると、心は消え、勇気を失ってしまってる。うん、心が溶けちゃってますよね。はい。あなた方の神、主に誓いを立てて、それを償え。その周囲のすべての者のは、恐るべき主に贈り物を捧げよ。 主は、もろもろの君たちの命を絶たれる。主は、地の王たちの恐るべきものである。その時代の一番の偉大な王、えー、強い国々に勝って、主は、永遠にすべをさめられる。うん。主が王の王である。ということを表すんですよね。そして、最後の敵である、死に対して勝利を収められました。うん。 黙示録にありますね。地上のすべての国々がイエス・キリストは主である。王の王である。ということを知るようになります。万物の支配者である主が古い世の支配者であるサタンに勝利を収める。そうすると、全ての国々が都の光の中を歩き、地の王たちは自分たちの声をそこに携えてきます。うん。王の王、主の主。 私たちの王が恐るべき王であるハレルヤこれが目白録の歌になっています見言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように菅野和彦ひろみでした